墨の ST ナイターの高松宮記念特別競争はいよいよ6日間にわたっての記念バトルの最終決戦。さあ伝統の一戦、51回大会のナンバーワンを決する第12レースの優勝戦です。1札3、4、5、定段から離れて6号手の丸野とどうやら枠なりです。さあ追い風です。スタートライン上風速は現在3メートルから4メートルほどの追い風。1分前で1号艇峰竜太、墨の絵6連続優出。さあ40回大会の覇者が V2 に王手。2号艇の桐生純平、目下賞金ランク第8位、勝てば賞金ランク第4位。3号艇の中野次郎、墨の絵3連続優出、 G1V6 なるかです。そして引っ張るでしょうか、4号艇の菊池康平、本領のダッシュ戦で一発逆転 V なるか。5号艇の吉田敏彦、8場所連続優出で近況好調の V なるか。そして6号艇の丸野和樹はシリーズ後半調子を上げて G117 回目の優出。スタート10秒前です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり3対3で間もなくスタート。1秒、今スタートしていきました。コースタートは内側の1札さん、そして4号艇も出ていきますが1マーク。まずは逃げる1号艇の峰、握った3号艇届かず、刺して2号艇も届かず、あと4番、5番、6番でバックスリッチャー、ここもイン逃げから圧勝で峰竜太出てまいりました。そして現在2番テラスに4号艇、3号艇、4番、3番並んで、後方で2号艇、6号艇、5号艇が固まっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回って1号艇強い峰竜太、そして2番テラスには4号艇回った懐、6号艇、あと2番、3番、5番と回ってきますが、わずかにアウトから4号艇の菊池康平2番手に浮上。レースは2周目とあります。さあ現在2番手争い4号艇の菊池、まだ一定審査では3号艇、現在上位が143と上位を形成。2周目で出したマーク、トップで1号艇の峰竜太、早くも抜け出して2番手争いは3号艇回った懐、さあしかして4号艇の菊池康平ですが、冷静に菊池2番手をキープ、3番手に3号艇、上位が143となっていまして、伝統の一戦ラストは現在143、あとは6号艇で後方5号艇が接戦状態になっています。第2ターンマークを迎えますが、トップで回って1号艇の峰竜太、どんどんと抜け出していって、2番手が4号艇の菊池康平、3番手ですがここも3号艇がキープして中野次郎、直線構成と入って上位が143で最終周回へと入ります。さあ今年の伝統の一戦は強い峰竜太、そして2番手には現在4号艇の菊池康平、3番手に3号艇の中野次郎、最後のバックスレッジと入ってまいりましたが、上位変わらずの1号艇、4号艇、3号艇となっています。これで峰竜太、今年8回目、墨の絵8回目、G117 回目、通算では99回目の優勝が目前となっています。さあ今年の伝統の一戦は峰が最強レーサーをアピールする優勝、高松宮記念見事 V2 達成、2番手に4号艇、3番手に3号艇で最後の直線構成と入ってまいりました。伝統の一戦のクライマックス、ラスト強い強い峰竜太が優勝で間もなくゴールを迎えます。優勝1号艇峰竜太、ゴールイン、ガッツポーズ、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番、2番ゴールイン、5番がゴールイン。優勝峰竜太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。展示を2マークで見てました。はい、展示をね2マークで見てました。跳ねましたよね、僕ね。跳ねたんじゃなくてあのファンの皆さんは、ああ、いや本当にすごい歓声が上がったって聞きました。はい、ちょっとボートがね、いや正直もうメンタルもうボロボロでしたね、あの時は。なんか、はい、そうですか。はい、はい、あの墨の絵だから特別な気持ちもあった。はい、まあ、これは、グランプリの出来事がやっぱり胸に刻まれている。そうですね、まあ、本当にあれがやっぱり自分のボートレー人生からのなんか、うん、なかなか離れなくて忘れられないっていうか、もう、あ、なんかもう自分はもうグランプリ取るべき人間じゃないのかなとかすごい考えたこともたくさんあって、でやっぱこうやって帰ってきてみんなが応援してくれるのを見ると、まだ自分は頑張っていいのかなってすごい思えたんで、今日は嬉しかったです。思い返せば学生時代からいろいろな障害や、それから自分がの手が届かない世界があって、はい、これに挑戦して努力でそのものにしてきたっていう歴史があります。はい、でもそれが、うん、自分の生き方っていうか、もう自分が不可能と思ったことでも、一回夢として、設定したらもう叶えるまで必ず絶対に諦めないっていうのが自分の強さだと思ってるんで、まあ、今持ってる技術は、うん、そこまで高くないんですけど、もうそこだけで、ボートレース
ね、夢見させてもらって夢叶ったんで、まあ、ここからは、ね、恩返しのつもりで、走れたらいいなと思ってます。恩返しという言葉が出ました。つまり苦しい時にファンの皆様の期待とか支えとか応援声援がやっぱり感じられている。もうそれがすごい本当にプレッシャーで、今日もね本当にもう2着でもいいから早く終わりたいとか思ってたんですけどやっぱね、僕から勝ってる人がほとんどなわけで、それを絶対自分がクリアするっていうのがすごいねきついんですけどね、正直しんどいんですけど、はい、まあ、でもこうやって優勝して帰ってくるのをねずっとこうイメージしてるんですよ。もう本当に早くここに来て1着とか思うんですけど、やっぱりね失敗のイメージもしちゃうんですよ。実際グランプリでやってますし、それをずっともう一日中考えながら、でもターンとかはミスしないようにとか思いながらずっとやってると、なんか昔もこういう風にしてグランプリも取れて SG も取れて夢も叶ったんで、これぐらいきついことがないと、やっぱり夢っていうのは叶わないのかなって今日また再確認できましたね。喜びの後ろにはやっぱり苦しさとか困難、それから挫折があって、それがあるからこそ喜びがその輝くっていう面があると思います。はい、はい、そしてこうして、優勝を飾って賞金ランキングが11位から8位に上がりました。いやそうですね、やっぱり休み明けから、まあ、いろんなメディアとかにインタビューされて、正直グランプリに行きたいですってずっと言ってたんですけど、もうなんていうんですかね、もう正直建前っていうかそんな簡単じゃないっていうのは自分が一番知ってるんで、と思ったんですけど、もう自分はもう言ったことっていうのは確実に叶えるっていうのはもう自分の生き方なんで、はい、もう言ってしまったからにはもう絶対グランプリに行きたいって思ってるんで、もうそれがより現実的になってきて、もしダービー取ってグランプリ行ってグランプリ取ったら、僕の物語はもうこれが最高なんじゃないかなと思います。なるほど、年末待ってる、はい、桐生があってその後地元、ね、唐津に戻って、これ周年記念走るんですけども、唐津は確か V24 だったと思いましたけれども、やっぱ僕は、お客さんが盛り上がってるとやっぱ自分の力以上のが出るんで、それはねやっぱ住之江を走ってみて改めて感じましたね。そうですか、はいはい、また12月19日からの住之江グランプリにもね、その姿優勝皆さんと一緒に見たいと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、もうね僕もね38なんで今日はね泣かずに全部言えました。ありがとうございました。またね本当に、みんなが応援してくるだけでもう自分はもう、またナンバーワンに戻ってこれるような気がするんで、まあ、僕の夢物語に、付き合ってもらえたら、いい夢見せたいと思います。応援してください。見事優勝、峰雄太選手の皆様、大きな大きな拍手をお願いします。退場します。